2022年、新しい年が明けて間もなく、バンガロール市街中心部にあるガボンパークを訪れた。広大な公園の周辺には、州庁舎や高等裁判所、図書館などが点在する。デカン高原の南、標高約920メートルの高地に位置するカルナータカ州の州都、バンガロール。英国統治時代からガーデンシティ、エアコンシティと呼ばれ、一年を通して過ごしやすい気候が特徴だ。歳月の巡りを教えてくれるのは木々の花。悠然と舞うトンビになって中空を旋回しながらこの街を見下ろしたい。1月の今は濃いピンク色のピンクトランペットが街の随所で咲き誇る。確かによく見るとトランペットのような形をしている。やがて透き通るような薄紫色の木の花、ジャカランダが芽吹き始める。これもまたトランペットのような形だ。日本の桜と見まごうばかりの薄桃色の花をつける木も随所で見られる。これもまたピンクトランペット、あるいはピンクテコマと呼ばれる。同じテコマでも鮮やかな黄色い花をつける。それはデカン高原の青空に映えてひときわ色鮮やかだ。やがて4月から5月の盛夏になると真っ赤なクルモハルの花が咲き乱れる。まるで炎のように中空を染めることから日本語では火炎樹と呼ばれる。バンガロールが古くから緑にあふれた土地だったのかといえば、実はそうではない。そもそもは乾いた高原だったこの土地を緑でいっぱいにしてくれたのはマイソール王国の藩主ティプースルタンだ。バンガロールにある樹木の多くは彼が1700年代に海外から輸入した外来種である。市街南西部にあるラルバーグ植物園では当時からの樹木を見ることができる。バンガロール滞在中には足を運ばれることをお勧めする。